はじめまして、柏レイソルの神谷優斗です。僕 YouTube 始めました。今、新型コロナウイルスで、大変な時期ですが、お家で過ごす時間の一つの、ね、暇つぶしになってもらえればいいかなと思いますし、それをなんかこう楽しみにしてもらえたらいいなと思ってます。じゃあ自己紹介、まずその、ね、知らない人が多分たくさんいると思うので、神谷優斗です。1997年生まれ、4月24日、22歳です。僕が、サッカーを始めた年が3歳から始めて、きっかけは父親の影響でもあって、まあ、父親が少しサッカーをやってて、僕より大好きなんじゃないかなと思うぐらいサッカーが好きで、一人のね、化け物みたいな選手、そのちっちゃい頃多分それが衝撃でね、サッカー始めたんですけど、その時の、ね、ユニオムがあるんですよ。このユニオムみたいなの分かる人いるか、ロナウジーニョ選手、そうが僕めちゃくちゃ好きで、まあ、好きでもそれを、まあ、ロナウジーニョ選手を見てもう衝撃でサッカーを始めました。3歳から始めて、僕出身が、山形県なんですけど、3歳から小学5年生くらい終わりぐらいまで、山形でサッカーをしていて、小学6年生になる前に、東京ヴェルディジュニアという東京ヴェルディの下部組織に、入団させてもらったんですけど、6年間ぐらい、ヴェルディで、まあ、ヴェルディジュニアユース中学生、ヴェルディユース高校生と、頑張って上がってったんですけど、その高校2年生の終わりに、珍しい形なんですけど編入として、青森山田高校に転校したんですよね。でそこで高校サッカーだったり、まあ僕高校サッカーベスト4、まあ言うたら形的には3位だったんですけど、まあ準決勝でね、僕ポストを2回当てて負けちゃったんですよ。マジで申し訳ないです。めちゃくちゃ申し訳ないことしたんですけど、そこから高校卒業で、プロになりました。初めてのチームが、湘南ベルマーレという、まあ昔なんかこうベルマーレ平塚とか言われてて、その時のユニフォームね、これ。そう。これは、僕、湘南ベルマーレ行ったのは2年間。で、その2年間の2年目の時のユニフォームなんだけど、1年目はね、28番だったんだけど、2年目は7番。でね、サッカー詳しい人は、湘南の7番って言ったら、1番は中田英寿選手。僕もその背番号をつけさせてもらったんですけど、その番号にね、似合わないプレーをしてしまって、活躍できず、次に行ったチームが、愛媛 FC という、愛媛って言ったらやっぱりみかん、まあ、有名だと思うんですけど、そうオレンジのユニフォーム、そう背番号10番つけさせてもらってね、まあ、なかなか、まあ、そこでも大した活躍はしてないんですけど、背番号10番つけさせてもらって、今年、柏レイソルに入団することができました。この YouTube では、まあ、大まかに3つ、まあ、区切ってるっていうか企画考えてるんですけど、1つは、サッカーのこと、もちろん僕サッカー選手やらせてもらってるので、サッカーのこと、プロサッカー選手を目指してる子たちになんかこう役立てるようなトレーニング方法だったりとか、親子でもできること楽しく、チャレンジ系のこととかやっていければいいなと思ってて、あとはねここゲストなんか呼んでサッカー選手のね裏側もねちょっとね行ってみたいなと楽しみにしててください。はい、で2つ目は、僕の趣味のこと、服が好きでデニムが、今日もねオールデニムなんですけど、古着を紹介したりとか、古着屋さんなんかちょっと行ってみたりとかできたら面白いかなと思ってます。 あと僕コーヒーが好きなんで、まあ毎日、ね、ドリップしてるんですけど、まあ、そういうのもなんか動画にできたら面白いかなとは思ってます。3つ目は昨年の10月に、結婚させてもらったんですけど、結婚生活、まあなんかこう夫婦生活みたいなのをこう軽く載せていけたら面白いかなとは思ってるので、まあ見たい方はね、まあ見てもらって、こう毎回毎回こう例えばドッキリ企画とかできないことも
あると思うんですけど、少しずつ、みんなに楽しんでもらえるように、シーズン再開したらやっぱりこう動画投稿の回数が減ってしまうかもしれないんですけど、まあ、頑張って、動画撮って動画投稿していきたいなと思っていますので、ぜひよろしくお願いします。皆さんから、コメント欄とか、あと僕インスタとツイッターもやってるので、そちらの方になんかこの企画やってほしいとか、こういうのやってほしいとかあったら、ぜひコメント欄に書いて、僕に送ってもらえれば、何かこう面白い企画あったらやっていこうかなとは思ってます。チャンネル登録といいねボタン、そしてインスタツイッターの方にも、フォローだったり登録をよろしくお願いします。ではまたの機会。